レネハウ、または、レーネベスタコーハウは、デンマークの物理学者、バイレ出身、オーフス大学で PhD を取得した。ハーバード大学のチームを率いて1999年に、ボースアインシュタイン凝縮を用いて、光線を約17メートル毎秒まで遅らせることに成功し、また、2001年には光線を完全に止めることに成功した。 これらの実験に基づく後の研究は光が物質に移動し物質から戻るということにつながった。これは量子暗号と量子計算に対し重要な意味を持つ過程である。近年は極低温原子とナノスケールのシステムの間の新たな相互作用に関する研究に携わっている。物理学や応用物理学に加えハーバード大学では光電池、原子力、電池、 光合成を含むエネルギー科学を教えている。自身の実験と研究のほか、しばしば国際会議での講演に招待され、様々な機関での科学政策の構築に携わっている。コッペンハーゲンで行われたエリートファースク、カンフランセ2013で基調講演を行った。この会議には、デンマークの政府大臣や、科学政策及び研究開発者が参加した。 1984年に数学で学士取得後、オーフス大学で研究を続け、2年後に物理学修士号を取得した。量子理論での博士論文では、光を運ぶ、光ファイバーに関するものと似た考えのした研究を行ったが、その研究には電子を運ぶ、シリコン結晶中にある一連の原子が関わっていた。博士号取得に向けて研究中に、 7ヶ月間、ジュネーブ近くのセルンで過ごした。1991年に、オーフス大学で博士号を取得したが、この時までに、研究の方向性は変わっていた。1991年、ケンブリッジにある、ローランドインスティチュートフォーサイエンスに科学スタッフとして、参加し、遅い光と冷却原子の可能性の探求を始めた。1999年、 ハーバード大学で2年間博士研究員に任命された。正式に指導を受けた分野は理論物理学であるが、ボースアインシュタイン凝縮という新たな形の物質を作り出すための実験的研究へ関心が移っていった。ハウは国立科学財団にこの凝縮をひとまとまり作るための資金を申請したが、そのような実験をするのは理論家には、 難しいという理由で却下されたこのことに妨げられることはなく代わりの資金を得て、そのような凝縮体を作り出した最初の一握りの物理学者となった。1999年、ハーバード大学において、応用物理学及び物理学のゴードン・マッケイ記念教授に任命された。1999年には、就寝在職権を得て、現在は、ハーバード大学の物理学及び、 応用物理学マリンクロット教授職についている。2001年、ボースアインシュタイン業縮を用いて完全に光を止めることに初めて成功した。この時より、電磁波有機透明化や様々な分野の量子物理学、フォトニクスで豊富な研究と新たな実験的研究を生み出し、新たな量子デバイスと新たなナノスケールの応用の発展に貢献してきている。 ハウと彼女のハーバード大学での同僚はいくつかの実験で光と物質についての絶妙な制御を実証しているが、二つの凝縮体を用いた実験は最も魅力的なものの一つである2006年には、ボース・アインシュタイン凝縮を用いて量子ビットを光から物質波に伝送し、再び光に戻すことに成功した。この実験の詳細は2007年2月8日号の ネーチャーにある。この実験は原子が粒子だけでなく波として振る舞う量子力学的性質に依存している。これにより原子が一度に二つの開口部を通るなど直感に反することを行うことができる。ボース・アインシュタイン凝縮の中で光パルスはその中に入っている情報を失うことなく五千万分の一に圧縮される。このボース・アインシュタイン凝縮では 光パルスで符号化された情報を原子波に移すことができる。すべての原子がコヒーレントに運動するため、情報がランダムノイズになってしまうことはない。この光は雲上の約180万のナトリウム原子の一部をその場に留まる低エネルギー成分と2つの雲の間を移動する高エネルギー成分を有する量子重ね合わせ状態に移行させる。そして、 第2の制御レーザーがパルスの形を原子波に書き込む。この制御ビームがオフになり、光パルスが消えると物質のコピーが残る。これ以前には研究者たちはフェーディングを避けるために信号を増幅することを除き、移動中に光情報を容易に制御することができなかった。ハウとその同僚によるこの実験は最初にコヒーレント工情報の操作に成功した。 この新たな研究は、美しい実証とイリアムメアリー大学のイリナ・ナバコバは述べている。彼女曰くこの結果が出るまで、光ストレージはミリ秒単位で測定されていた。ここでは、少数秒です。本当に、劇的な時代ですその可能性について、ハウは次のように述べている。二つのボースアインシュタイン凝縮体の間を物質が、 移動している間に我々はそれを潜在的には数分間トラップし望むままに作り直し変えることができる。量子制御のこの新しい形は量子情報処理や量子暗号のような発展中の分野にも応用できる可能性がある。発展上の意味として量子情報を光の形でそして一つどころか二つの原子形式で共有するというこの異行は 量子コンピュータの開発を望んでいる人々にとって大きな励みとなると教養学部の科学長のジェレミー・ブロックスサムは発言している。ハウはこの業績によりジョージ・レデリー賞を受賞した。ハーバードの学寮長スティーブン・ハイマンはこの業績について次のように発言している。彼女の業績は草分けである。彼女の研究は基礎科学と応用科学の境を曖昧にし、 二つの学校といくつかの学科から才能と人材を引きつけ、大胆に知的リスクを取れば大きな報いがあるということの、文字通り輝く例を提供してくれている補足された原子は、その電子がナノチューブの中に吸い込まれることにより引き裂かれる。2009年、ハウとそのチームは100万個のルビジウム原子からなる雲を、絶対0度より、ほんのわずかに上の200系に、レーザーで冷却した。 彼らはこのミリメートル超のハラシウンを約2センチメートル先に吊り下げられ数百ボルトの電圧がかけられたカーボンナノチューブに向かい発射した。この結果は2010年に発表され、冷却原子とナノスケールシステムとの間の新たな相互作用を予告した。彼らの観測によれば、ほとんどの原子はチューブのそばを通り過ぎたが、およそ10万個に1個が避けられずに引き込まれ、 運動と温度の両面で劇的な加速を受けた。この時点で速度を増した原子は、ナノワイヤーの周りを平行に回る電子とイオンに分かれ、各軌道は数兆分の1秒で完結する。電子は最終的に量子トンネル現象により、ナノチューブに吸い込まれ、残されたイオンを約秒速2 6トルで打ち放つ。この実験では、 原子同士が互いに衝突することなく迅速に分解することができる。この効果は宇宙に存在するブラックホールで計算されるように重力により生成されるのではなく、ナノチューブ内の高い電荷により生成される。この実験では、ナノテクノロジーと冷却原子を組み合わせることで、最終的に物質波の干渉島を改造できる可能性がある。 新たなタイプの高分解能の単一原子検出器がチップ状に組み込めることを実証した。ハウラはまた彼らの実験系により可能になる一連の基礎的な単一原子研究を予見している。ありがとうございます。